久しぶりにおじさんがやってきた。今日晴れてよかったね。うん。お姉ちゃんたちは元気？うん、二人とも相変わらず、うん、おじさんの小説は順調？実は新作を書き終えたんだ。よかったら忌憚なき感想を聞かせて。買ったのか、象印の円武滝。羨ましい。玉手箱みたいでしょ。バカ。おお、はち切れんばかりにふっくらとツヤツヤに輝いている。うまそうだな。うん、でも前のより美味しい気がする。そりゃそうだよ、炊き方が全然違うから。あ、そうなんだ。美味しいご飯の炊き方、秘訣を知ってるかい？火力？うん、おおむね間違いではないが、肝が抜けているね。高温の熱を均一に伝えること、これが肝。均一？そう、だけどお米一粒一粒に熱を均一に伝えるためには、熱を均一に加えていてはダメなんだ。言ってること矛盾してない？かまどのご飯がなぜうまいのか、象印は徹底的に研究を重ねた。お、そこで一つの発見をする。炎の揺らぎが釜の中に温度差を作って大流を起こすからではないかと。熱いね、おじさん。下から一定に熱するだけでは大流が弱くて滝むらができやすい。なるほど。炎が揺らぐとこっちぽうぽう、あっちぽうぽう、そっちぽうぽう、またこっちぽうぽう。するとほら、お米が舞うんだよ。お米？これ雪だけど。お米が舞うことで熱がより均一に伝わり美味しく炊ける。それに気がついた象印は、そこの IH ヒーターを6つに増やして、こっちぽうぽう、あっちぽうぽう、炎の揺らぎを再現したんだよ。すごいじゃん、塩分炊き。すごいことを教えてあげたから、ちょっとばかり味見させてもらってもいいかな？え、おかずなんもないよ。お構いなく。美味しいご飯は塩分炊き。美味しい。うん。象印。